はい、ということで久しぶりにメイクをしたいと思います。ちょっとね、顔がね調子悪い、目とかなんか調子悪いんですけど、いきます。今日はこれを使います。ビオレ UV アスリズムエッセンスに日焼け止めエッセンスで、顔体用って書いてあるので、これをまあ日焼け止め兼下地で使っていきます。こんな感じです。やっぱり日焼け止めとかさ、そういうの大事だなってやっぱ思ってきて、最近こうあったかい日もねだんだん増えてきて、まあいつも日焼け止め入りの下地とかはまあ使うようにはしてるんですけど、これすごい使いやすいですね。ちょっと久しぶりの撮影だから何言うか全然わかんないから適当なことしか言ってないかもしれないです。はい、こちらいつものファンデーションですね。とブラシが見つからないので、これ手で塗ってこのスポンジで伸ばしていきます。最近ずっとねこもってたからね、なんか調子が悪くて、インスタの方にあげたらすごい皆さんくれてね、どうしたの、大丈夫なの、心配してくださってありがとうございます。はい、こう見えて元気です。人生は生きてればいろんなことがあるものですねっていうのを学びましたね。また今日はとりあえずねしっかり久しぶりにメイクしたいってことで撮ってるんで、別に何メイクとかではなく、あと最近こう買ったままになってるというか感じのものを使ってるっていうのもあるんですけど、初めて出てくるものもあります。でこれいつものチフレです。お花見とかも皆さん行けましたか？フェスとかさ、そういうの参加した時とかはまだ咲いてなかったけど、浦和に行った時に電車の中でこう見たんですけど、上野のね、上野公園の桜とかをこう配信で見たりとか、あ、春だなっていうのをすごく感じましたね。すごい桜がやっぱ綺麗だし、私5月生まれなんで、まあ春生まれなんでね、こうやっぱ春が好きなわけですよね。行ってもさ、今普通にできないからさ、そう、それがね残念ですよね。アイブロウなんですけど、すっごく細くてすっごい丁寧に少しずつ描けるんですけど、本当にねこんなに見えないよね、こんな感じで細いんですよ。眉毛をそのちゃんと描きたいっていうか、こう丁寧に一本ずつ少しずつ少しずつ描いていくタイプなんですけど、描きやすいは描きやすいんだけど、ダイソーのさやつと同じぐらいなんですよね。そうだから、すぐなくなりそうな予感はしています。でも描きやすいのは確か、でもねちょっと今折れちゃったんだけど、折れやすいね多分。あ、そうだ、その浦和のライブの時にこれ使ってるやつで映像にも出したんですけど、その時にはちょっと折れたって書いてあったと思う。今日この2本をね使っていこうと思ってます。これで初めて使うから、どんな感じで使っていいかとかもいまいちよくわからないままなので、大失敗する可能性もなきにしもあらずなんですけど、こちらの黒ブラウンみたいな色をちょっと、あーでもどうかな、こっち仕込んだ方がいいのかな、どうしよう。ちょっとじゃあこのピンクっぽいやつを塗っていきます。こんな感じなんだよね、この方が見えるか、あ、こんな感じでこんな色なんですよ。で伸ばします。一色でこの発色だから、これだけでいい感じもするんだよね。ここから重ねていいのかな、とりあえずもう一個の目にも塗ってみます。つけて塗ります。ほら、すごくない、この発色。これねチークにも使えたりするので、ちょっとそのままチークにもいいかもしれないんだけど、こんな感じでチークにも使えたりするので、ちょっと仕込み程度でこうチークにするのもいいんだけど、とにかくこの一本で、あとリップにも使えるので、これ一本あれば確かにどこでも使えちゃうってとこあるんだけど、でもう一本の方をちょっとだけ
見える。こんな感じで重ねてみる、うん、濃いね。でもね、ちょっとこっち側もやってみる。今さ、ちょっと馴染んできたらいい感じ。今ちょっとピンクっぽい方を全体に塗って、ブラウンの方をちょっとここら辺のなんていうの、端に塗ったんですけど、まあこれだけでも全然いいんだけど、物足りなかったら粉のファンデーションとかキラキラをつけてもいいのかなって思いましたね。でそのまんま、そうだな、このピンクの方をチークとして。でもこれさ、あのクリームチークと同じ感覚で使えるからいいかもしれないね。おちょっとつけすぎちゃったかな。でもね、この上からこれをね重ねていきます。今回もね、これやっぱりね好きなのでね、こういうやつで。ちょっとブラシがね見つからなかったので、お、いいんじゃないですかね。ちょっとだけなんで、あとこの周りとかでちょっとこうね、ちょっと大きいけどいつものブラシよりも、うん、な感じかな。あ、綺麗ですね。で今日なんか吹き出もあるから、ちょっとすいません、なんかこれでやっていきます。まずこうシェーディングしていきますね。いやー、本当にね、こんなにねちゃんとしっかりねメイクするの久しぶりだから、たまにはねメイク動画てか、あの浦和以来なので、あのメイク自体がね楽しいよねやっぱり。あとノーズ入れます。ちょっと濃くなっちゃったか。こんな感じですね。なんか見た感じ、うん、いいと思いますけども、どうかな。やっぱ07番かな、これには。ちょっとなんていうの、暗めのやつの方が合うのか。そして最後に、最近このミストもあって、メイクの終わりのミスト、仕上げミストをかけます。これいい匂いなんですよね。なんか何の匂いだかな、フレッシュベリーの香り、ベリーの香りがします。はい、こんな感じでメイクは完成しましたので、全部直して帰ってきます。はい、ということで今回こんな感じでメイクが仕上がったんですけど、髪の毛が相変わらずうまくいかないんですけど、うん、この2つがとてもいい感じに出ていいと思いましたね。はい、ということで久しぶり、こうやって単体で撮るのは久しぶりな気がしたんですけども、なんかやっぱメイクをするとすごくテンション上がってない感じに見えるんですけど、今日はでもすごく気分が上がってやっぱりいいですね。メイクってやっぱり好きってことを大認識しました。はい、皆さんもね、これは何だろうね、ピンクブラウンメイクとかいつもやってるメイクっぽくなっちゃうんですけども、まあ久しぶりにねしっかりメイクをするって感じのメイク動画なので、まあいつもとは、まあ、やってることは同じなんですけども、まあそういうやつでやっておりますので、はい、今回はねこんな感じのメイクなんだぐらいで見ていただけると助かります。最後までご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます、メイサブのチャンネル登録よろしくお願いします、下の概要欄にね、最近ツイッターをね新しくしたので、そっちの新しい赤でも下のね、いつものやつにも貼ってあるんですけど、チャンネル登録とか各 SNS のね、登録なりフォローなりは下の概要欄からね、リンク先が貼ってある一つのサイトが貼ってあるので、そっちからも、はい、登録なりできますので、よろしくお願いします。いやーね、最近ほんとメイクしてなかったから、なんかこう、久しぶりにしっかりこうメイクをしたなっていう感覚です。はい。なので、ちょっとね、いつもよりテンションは低かったりとか、なんかあるかもしれないんですけど、そこら辺置いといて、はい、こんなメイクしてるなぁとか、あ、こんなの使ったんだなって感じで見てほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。